こんにちは。今日はマクドナルドとミスタードーナツの商品を買ってきました。はい、今回はどっちも本日から発売の新商品を食べます。それではいただきます。まずはじめにマクドナルドマックフルーリーチョコバナナ味を食べます。カップの中はこんな感じです。今回私はこのピカチュウだったんですけど、この可愛らしい限定パックは3種類あります。では食べます。おいしい。優しいミルクの甘さの滑らかなソフトクリームに濃厚な甘さと香りのバナナソース、そしてねチョコレートも濃厚なの。口の中でねっとりね溶けていく感じでね、バナナ風味のコーンクラッシュがたっぷり入ってるので、滑らかに吸って溶けていくソフトクリームとともにサクサク感が楽しめます。美味しい。結構バナナが強烈ですね、いい意味でね。マックフルーリーって290円でちょっと高いかもしれないけど、今回味わい特に濃厚だし食感も楽しめるしで、すっごいたっぷり入ってるから大満足ですね。次はマックシェイクオート味を飲みます。今回私は M サイズ買ったんですけど、このピカチュウの限定カップは S サイズで3種類、M サイズで3種類、全部で6種類あります。わあ、思ってた以上に爽やか。美味しい。これね、皆さん知ってますか？無果汁なんですよ。だけどね、あの黄桃の香りと甘酸っぱさがね、ちゃんとするの。これめちゃくちゃ美味しい。このクリーミーな口当たりに、あのさ、缶詰の黄桃あるじゃん。あれをシェイクに混ぜ込んで、とっても爽やかにした感じなの。あ、ほんとまあまあそんな感じ。甘さもね、甘すぎるってこともないから、とっても飲みやすいです。わあ、これ M サイズにしてよかった。かなりタイプの味ですね。おいしい。これほんとにおいしい。次はホットアップルカスタードパイを食べます。袋の中はこんな感じです。ホットアップルの限定パッケージは全部で3種類あります。アップルパイと見た目は同じですね。おいしい。パイ生地はパリサクッとしていて、中にカスタードクリームとアップルフィリングが入ってるんですけど、このアップルフィリングはね、もともとあるアップルパイとはちょっと違いますね。シナモンが効いてたり、ゴロゴロね、リンゴが入ってるのは一緒なんだけど、カラメルの風味をします。この甘酸っぱいアップルフィリングに、とろっと滑らかな口当たりで、優しい甘さのカスタードクリームがめちゃくちゃ相性いいです。本当に美味しい。マックのパイ生地はほんのり塩気が効いてるので、それも絶妙にマッチしてるんですよね。味の組み合わせが最高すぎる。おいしい。次はミスタードーナツムギュットドーナツオリジナルを食べます。では食べてみます。好き、美味しい。これはミスドでニュータイプだね。全然ね、硬いとかじゃないんだけど、無牛っていうかなんだろう、牛もちって感じ。でね、ほんのり甘くって、噛めば噛むほどね、小麦の味が広がっていって、私ね、顎弱いから、硬いパンって大好きだけど得意ではないんですよ。でもこれはね、違う、顎が嫌になっちゃうとかじゃなくて、なんて言えばいい？
めちゃくちゃしっとりもっちりしたパンをギュッとして揚げた感じ。揚げパン3、もちもちしっとりのパン6、1ベーグルみたいな、そんな感じでね、周りがね少しカリッとするんですよね。これ美味しい。この心地いい油の香りと、優しくどこか懐かしいほんのりとした甘さ、そして小麦感。これね、私開店直後に買いに行ったんですけど、もしかするとね、朝作ったものが夜まで売られていて、それを買ったら多分時間が経てば経つほど油の香りって強く出るから、夕方買った方はね、もしかしたらちょっと油臭きついなって思うかもしれない。その時はね、リベイクとかしても美味しいかもね。すっごい美味しい。一生噛んでたい。次はムギュットドーナツチーズを食べます。生地が一緒だから食感は変わらないと思う。これはチーズが香ばしそうだね。この素朴な味わい大好き。上のねトッピングのチーズはサクカリって感じでね、チーズの香りしっかりして風味もするんだけど、塩気がねそこまで強くないんですよ。だからねこれもしっかりね小麦本来の美味しさも楽しめる。このドーナツにねさらにチーズとハム挟んで食べたい。なんかね、ほんと手ごねパン作った時のような、そんな感じのもっちりしっとり感なの。でもね、揚げてあるからドーナツ感もあるし、このもちっと感だけじゃなくて、周りのサクサク感もいいアクセントになってるから、正直ね、今回そんなに期待してなかったんだけど、すごく美味しいです。次はもちっとドーナツレーズンを食べます。もうね見た目からねレーズンがたっぷりなの分かります。やっぱり周りはね揚げてあるからかほんのりサクッとしますね。でねすごいわレーズン。レーズンの香ばしさとこのむにゅっとした食感とブシャッとした感じ、これはねレーズン好きな方だったら間違いなく美味しく食べれると思います。逆にねレーズン苦手なのって方はオリジナルでいいかな。レーズン独特の甘さと生地のほんのりとした甘さの組み合わせが絶妙ですね。最後、ムギュットドーナツレーズンシナモンを食べます。わあ、しっかりシナモンのいい香り。正直レーズンが大好きな人じゃないからシナモンだけにしてほしかったなって思うんだけど、でもねレーズン好きな方にとっては最高ですよね。私がねシナモン大好きなのはそれはもちろんあるんだけど、これ最高に美味しい。このシナモンシュガーね、シナモンシュガーだから甘いんだけど、甘さよりもね、しっかりシナモンの香り、風味を楽しめます。そこにね、レーズンの甘さが加わって。これただのシナモンだったら一番好きだったかな。4つ食べた中で私のおすすめはね、オリジナルを買って一口二口目は優しい甘さと小麦感を楽しんで、あとはねお好みのジャムとかクリームチーズつけて食べるのが一番美味しいんじゃないかなって思います。
ごちそうさまでした。マクドナルドとミスタードーナツの新商品全部美味しかったです。ぜひ皆様も気になるものからお試しください。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメント、ぜひよろしくお願いします。さいな。Twitter、Instagram もやってます。よければ関連動画もぜひぜひ見てね。私事なんですけど、髪をね、染めました。なんかね、今回は、ほんと全部丸投げというか、もうなんかやりたい髪色あったらそれにしてくださいみたいな感じでお任せしちゃって、これは緑ですか青ですかみたいに聞いたら、ちょっとなんとかかんとかって覚えてないんですけど、青と緑みたいな色、ほんとはね、この、ちょっと青っぽい感じが正解だけど、もうベースがあってハイライトとかも入れてるから、そこでね、緑っぽく見えるというか、もうほぼ緑がメインなのかなって感じ。でもね、なんだろう、この間とかもね、カーキっぽくて、すごく気に入ってます。当分というか、もちろんね、派手な髪が飽きたら、また普通の茶色とかに戻すんだろうけど、しばらくはね、楽しみたいと思います。本当にこの前髪とかめちゃくちゃいい感じじゃないですかと、ちょっと自慢しちゃいました。またねー。